毎度コージアです、オートニックコールがまとまって入りましたが、これが標準広角です。望遠はすごい新品同様でしたが、こちらはまあ綺麗な中古って感じだと思います。まずこれが 5cmF2 オートニックコールですね。キャップも古いタイプです。フィルターはまあなんかついてますので、そのままお付けします。 5cmF2 ニッコール S ですね。 S っていうとよくある 5cmF2 は H ですので、これは初期は S なので7枚玉ってことですね。1枚多いですね。それとあと絞りがこのように9枚ですね。たくさんあるタイプになります。レンズもまずまず綺麗な方と思います。あと最初期のみの特徴としてはこれですね。このチックマークと呼ばれる絞り値の上にこの被写界深度のこの線と同じ色でマークが入ってますね。これが普通のタイプです。絞りの上に何も書いてないです。こっちはこのチックマークと呼ばれる筋というかマークが入ってますね。あとここですね、この赤外線の補正の位置がまあ通常は点になってますが、最初期は点のところに R の刻印も入ってます。これが違うところですね。あとちょっと分かりにくいかもしれませんが、メッキがちょっとピカピカしたメッキですねが特徴だと思います。まあ、ヘリコイドもスムーズ、スカンスカンにはなってません。お手入れ済みだそうです。これが50の F2、5センチの F2、まあ、外観ちょいすれぐらいです。でもう一本が 3.5 センチの 2.8、これもフィルターはまあおまけでついています。レンズもまあまあですね。外観もこれはキャップが古いのがついています。多少使用感というかすれありますが、まずまず綺麗だと思います。レンズもヘリコイドもまあまあですね。こちらもチックマークと R マーク入り、あと絞りも6枚ではなくて枚数が多い9枚絞りですねになります。まあ、普通の6枚絞りですとこんな感じですね。これが6枚絞りです。9枚だともっとこんな風に丸くなります。絞りがいっぱいあるのが分かると思います。いっぱいありますね。こちらレンズ多少汚れというかホコリというかありますが、まあまあまあだと思います。表面はホコリですかね。ちょっとすれというかホコリ多少ありますが、まあまずまずといったところだと思います。こっちはキャップも古いのがついてますが、これは新しいのですね。マイキャップは古いタイプがついています。なかなかチックマーク入りっていうのは出ません。ですのでどうしても、まあ、マニア向けというかコレクター向きになってしまいますが、まあ、こういうのなかなか入りませんのでね。まあ、外観もこんな感じでまあまあといった状態です。